あ、どうも、えー、ただいまご紹介に預かりました。えー、と文学研究科の伊勢田と申します、えー、ちょっと、えー、しばらく、えー、お話にお付き合いいただきます、えー、今日は私あの猫の矢田研究構成教育の説明ということで、まあ,あの私、あの哲学とか倫理学を、えー、と専門にしているんですけれども。 あのまあ、こういう仕事あのこういう専門ですとなんかいろんなまる倫理とかそういうものが名の付くものがすべ、えー、て私の方にあの回ってきましてであの倫理と名の付かないものもあの一,一部来たりしまして、まあ、あの研究構成というのも、まあ、そういう関係であの私の何というかところに話が来たのがもう,もう10年ぐらい前ですけどもそれ以来何,何か私のなんかいろいろやっている仕事の一つとしてあの、えー、やらせていただいております。 でえーまあ、概要はこれはあの、えー、と事前配布したの中に入れたんですかね、あのまあ、そういうあの研究構成、まあ、あの研究構成という言葉自体初めて聞かれた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、まあ、それについてまあ考える上でまで、専門職倫理のまあ考え方が役に立ちます。まあ、あの専門職倫理教育も私にもちょっと関わらせていただいております。でその中でまあその まあエスクスアクロサカリキュラムという考え方がまあアメリカなどを中心にまあ開発されてきましてまあそれをえとえまあちょっと研究構成という文脈でもあの考えてもらえたらいいかなというそういうお話でありますでえ研究構成リサーチ・インテグリティという英語ですけれどもあのまあインテグリティにあたる日本語いい日本語がないんでまあ仕方なく構成って訳してますあのなんでも あのこういう言葉だと思っていたくださるのが一番です。インテグリティえってあの、えーとまあ、志が高いとかあの誇り高いとかあの高潔であるとか、まあ、いろんなニュアンスの,あのこもった言葉です、はいでまあ。いわゆる研究不正行為ですねあのリサーチミスコンダクトを行わないというのがこれがまあ研究構成のまあ基本です。FFP ってまあ書いてありますがあの、まあ、これは英語圏でよく使われる訳語ですね。FFP 最初の F があのつ造ですね、あので次の F があの改ざんフォルス、ファブリケーション、フォルスクエーション、それから P がプレジャリズムで登用とえ、この3つをえいわゆるあの研究不正行為という、まああの、典型的な研究不正行為、あるいはあの日本の,あのガイドラインなんかでは特定不正行為などと呼びます。 それから、えー、そのほかにもいくつかあります、あの先ほどあのデータの保存の話なんかもありましたが、データをちゃんと保存としないのも、えー、非常にあの最近は問題視されます。であのよくあるのは不適切なオーサーシップということであの、研究に参加してない人の名前を、えー、とオーサーとしてあの論文の中にあげたり、あるいは逆にあの研究に参加して結構重要な役割を果たしているのにあの名前をあげなかったりというようなことも、えー、研究不正行為とみなされます。で まあ、あの研究構成というのはあれやめましょうこれやめましょうみたいなそういうそのなんというか出カラズ集みたいなものを作っても全然モチベーションが上がらないので。 あのもうちょっとちゃんとモチベ我々をモチベートするために、いやそうじゃなくて、その少しでも質の高い研究をやるんだと、それが我々の目的なんだという、そういう,、えー、なんていうポジティブなあの捉え方をするというのはこれは研究構成、リサーチ・インテグリティという考え方です。で、えーまあ、どういうあの考え方なのか、もしまだご覧になってな,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 なさらなければですね、この科学の健全の発展のためにという、これ、学術振興会が発行したパンフレットがあります。えーまあ、ここ数年であの文部科学省が新しいガイドラインを発行したりして、あの えーまあ、結構あの国内的には大変取り組みが進んでいるところですが、まあ、その何、えー、と,というか1、まあ、つの,、まあ、あの中心的なテキストとしてよく使われますでこれ丸ンが売ってますけれどもあのこの学習の、えー、サイトに行ってもらいましたらあの全文無料でダウンロードできますので全くお金出して買う必要はありませんそれから英語版も存在いたしますなので、まあ、あの日本語がちょっと不安な方は英語版の方を、えー、ご覧ください。 はい、というのが、まああのまあ、研究構成とは何かということなんですが、えーでまあ、当然ながらそのこういう研究不正をしないあるいはちゃんとそ,あのそう,いう疑わしい声をでき,できるだけ避けてあのより質の高い研究をするというあの取り組みをするためには、まあ、いろいろな教育活動などが必要になってくるわけですけれどもあのじゃあ、どんな教育が行われているのか、まあ、あの典型的なものとしては新入生に対するまょ、あ、うでもやってますけども新入生へのオリエンテーションというのはこれは、まあ、あの全国的に行われています。あのえー、東洋、まあ あの学部生の場合にはまあどっちかというとねつ造とかっていうことはあまりなくてあのまあいわゆるコピペですねあのそういうのやらないというようなところがまあ中心になりますけれどもまあそういうオリエンテーションが行われますそれからえーと研究講師の授業あのつまり一つの授業としてあの私みたいな何と言いますかある程度それを専門にしているような人間がやってきてあの話をすると。 えーまあ、そういういもものも行われますそれから、えー、と e ラーニングというものがありますね公的資金なんかを使う際にあの e ラーニングをすることが求められていますあの、まあ、今,だ今は科研費を使おうと思ったら必ず e ラーニングを受けておく必要があります、えー、などなど、えー、こういうものが行われておりますで、えー、と京都大学にはその研究構成推進アクションプランというものがありましてこれはあの、えー、もしこれ、えー、とご存じなければぜひあの これあの京都大学のホームページにあの掲げてありますので、ぜひあの見てください。まあ、あのそこに URL を一応上げ,上げてありますが、あのまあ、これはあのなんか検索エンジンかなんかで、この言葉で検索してもらった方が早いと思います。でその中ではその、例えば授業での配布資料で引用元をきちんと明示するとか、あ,のあ,のあるいは大学院生に対面型のチュートリアルを必ず行うと、えー、いったようなことが、えー、求められております。他、まあ、にもさまざまなことがあ定められておりますのであの、ぜひ一度ご覧になってください。で、えー こういうまあ公的な e ラーニングとはちょっと違うんですけどもオンライン教材でザ・ラブというものがございますこれもザ・ラブであの検索かけると多分簡単に出てきますあの,ーのーこれあの,の英語で最初作られちゃうやつであのえっとあるあのラボの,あのその周辺の人たちのその,えっとまえあの映像を見てですねそのであの彼らの選択あのまあいろんな人たち研究不正とかに関わりそうな,なんかちょっとした状況をあのえっと 役者さんが演じてるわけですけどもそれを見てでここでこの人はどうするべきですかっていうので選択肢を選んだらその選択肢に応じたあのストーリーがその後に続くとであのまあその選択についていろいろ考えさせられるとでそれいくあの同じラボの中でも何人かの人の役割をえと次々にあの演じてみるというそういうような内容になっててこれ大変あのよくできていますし勉強にもなりますし。 の不正というものについて考える上で非常にその参考になるきっかけになるものでよくできていますのでぜひあのこれも皆さんもしまだやったことがなければあのぜひ一度お試しください。えー でまあ、こういうものもありますが、まあ、その別にその上から言われなくても自分であのいわゆる自学実習をすることはできますただ、ですねその、えーまあ、特に私こういう授業をしたりすることがある,あある中で、まあ、特に感じるのがですね今言ったような研究構成教育というのはちょっっとやっぱり十分ではないんじゃないかなという気がいたしております1つにはその分野を特定しない研究構成教育の限界というのがあります。であの 例えば私文系ですがあのの文系の人間を家計にしとる時に、えー、CITI というところがあの作っているあの e ラーニングをあの受けなきゃいけないわけですけども、えー、そ,のその大半は文系の人間から見ると「俺ちょっとうちの分野じゃないけどな」みたいなことがありますね。あののいやあの別にあの画像使わなな、いいいけどろろ、まあ、あ,ありますが。あの で逆にその文系に特,特有に起こりがちな例えばその、えー、と希少な外国語の,あ,の,あ,のあんまりあのスピーカーがいないような外国語のテキストをあの日本語に訳して使う時に気をつけなければいけないこととかです、ね、そういうことは、まあ、あんまか語られていないわけですね。 で,ですからその自分の分野では生じないタイプの研究不正についてたくさん学ばされられる代わりに自分の分野で特有に起こりがちなあの問題はあまり学べないみたいなことがその特に先ほどの e ラーニングみたいなものでありますとえよく起こります、えー、ですのでまあ文明を特定しない研究合成教育というのはちょっとやっぱり限界があるかなと私は思っておりますであ,のあと分野外の専門家による授業の限界,あの限界というのがあのその仮,仮にだからそのえっとその聴講者の 分野に何というか注意を配りながら例えば私みたいに人が喋ったとしてもやっぱり限界があってそれは無限外のなな専門家の言うことは現場の知らない人によるさせない論だというふうに受け取られてしまいがちなんですねあのなのでまあ,あの私のだから工学部の学生さんとかあの工学研究の学生さんにあの工学倫理,理の授業をしたりするわけですけどもあの私が,言う私がた,たくさん言うよりもやっぱりその工学部の先生が一言言っていただこうがよっぽどあのピンと何というか伝わると。 えー、なところのでまあ,あのこういう限界はあの常々、えー、感じながら私自身も、えー、そういう授業をたあのそういうそのレクチャーなんかをしたりしております。であのところがまあそれ、まああのまあ、日本においてこの研究構成というものの教育があのすごく、えー、重要だという話になってきたのはここ数年ですけれども。あの まあ実は、まあ、あので欧米もそれほど先行しているわけではなくてあのの、まあ、やっぱり21世紀に入ってからですねあのこう研究構成というものがすごく、えー、重要な問題であるとして、まあ、国際的な取り組みを始まったのは21世紀に入ってからですがあの専門職倫理という言われる分野ではあの同じようなことがすでに、まあ、あのだいぶ、えー、と20年30年前から起きておりまして。あのまあ えー、その解決みたいいなことも模索されていますで、まあ、専門職というのは、まあ、あのこ,れこれはあのちょっとあの語り始めるとこれまた専門職とは何かって語り始めてまた長いんですけど、まあ、あの要するにある程度高度なスキルとか知識を使って、まあ、社会にサービスを行うような、まあ、あ,のある種の、えー、となんというか専門家集団。 えー、みたいなもので,す、ね、でまあお医者さんとかあのほ放送、えー、法律家とかあと、えー、昔はあの生殖者というのも結構重要なあの専門職でこのお医者さんと法律家と,、えー、と生職者が三大プロフェッションなどと、えー、昔は言われてたんですがまあ最近はまあ,あののそれに加えて技術者とか。 あのジャーナリストとか研究者とかさまざ、あ、まなあのカテゴリーの人たちが、まあ、こうやって専門家とみなされでその専門家としての、えー、とあるべきその心構えというものをあ例えば大学なんかで学ばなければいけないということになっております。で、えー、そういう教育を、まあ、やはりそ,のそれぞれの分野で行うわけですけども、まあ、その中でさまざ、あ、ま問題が生じてきた先ほど言ったようなその、えー、分野に関わらないその、えー、授業をしても、えー なんいうかミスマッチが生じるとか外の人が抗議してもなかなか伝わらないとかまあ単純にそのんていうかあの授業時間を取るのがなかなか難しいとかですねさまざまな問題が発生してきてます。特にあのえ アメリカのイリノリ工科大学というところのマイケル・デイビスさんという研究者の方なんかが中心になって開発してきたのがあのマイクスカ・エシックス・アクロザ・カリキュラムという考え方でありましてあの、まあ、要するにそういう専門家があのその倫理の専門家がやってきてただ授業するっていうのでやっぱりあのちゃんとした専門職倫理教育ができないと。 なさまざまな機会を通じてその,そ,のその学科で提供されてありとあらゆる授業ありとあらゆる機会を通じてその倫理教育をやっていかなければいけないとまあそういう考え方がまああの盛んに言われるようになってまいりました。で特にそのこのエシックスアクロスカリキュラムまあその要するにある学生が受けるありとあらゆる授業の中にエシックスの要素を取り入れましょうとまあそういうあの話なわけですけどそのえまあ目玉としてこのマイクロインサーション埋め込みということがあの え重視されます、まあ、これがこのタイトルにあの入れました埋め込み型という時の埋め込みですけれども要するにこれ通常の専門職専門教育の中に何かしら倫理っぽい要素を入れていくと、えー、いうことがこれがシクサークロスカリキュラムと呼ばれる、えー、取り組みの願目と、えー、いうことになります。で、えーまあまあ、私自身がそのまあ関わってきた自律者倫理の事例であのまあいろいろそういう専攻事例なんかをまああの、えー 通常の何のて言いますか宿題にその宿題であの扱った話題に関して、まあ、倫理的な問題があの、まあ、レポートでいうのこれは宿題というのはレポートみたいなものですけどもあの倫理問題が発生するか考察してくださいっていうそういう施設も一つ付け加えると、まあ、これ割と簡単です。 でえー、とこの先ほど名前紹介したマイケル・デイビスさんなんかが中心になってあのやってるのがその計算問題にですねその計算が行われる実際の文脈についての情報付けを加えてその,その文脈で起こりうる、まあ、倫理問題について考えさせられるか考えさせるというようなことでこれ次のスライドちょっともう一応転載したんですが、まあ、なんか字がすごく小さくなって見にくいやつですけどあので私もまたこれあの、えーま、全くこれ全く門外の分野なのであのちゃんと理解してるというわけではないんですが、まあ、要するにこちらは何というかそのまあ まあまあ、これコンピューータ系の問題ですねこ,こちらが普通に教科書に載ってるやつでこっちがその,あのデイビスさんたちがあの書き換えたやつですけども、まあ、教科書に載ってるのはまあ普通の計算問題ですあの、まあ、あの CPU が2つあ,のあってそのコンパイラーが 3, 3種類あって、まあ、どの組み合わせが早いですかみたいなどの組み合わせを選ぶべきですかみた,いなみたいな問題があ,あるんですけどもこちらはそれにあのこの。えー i1 はこれは自分の会社の製品で i2 は競合他社の製品であるというような文脈を付け足してでその自分の会社の,その広報担当の人がそのうちの会社のやつはあの向こうの会社のやつは2倍早いって言ってもいいですかって聞かれたらあなたは何と答えますかっていうようなあのそういうその要するにその文脈を付け足すことによってその計算結果について何かしら何ていうのかその、えー、倫理的な判断を下さなければいけない。 まあいうような、そういうシチュエーションを作ると。えー、なので、まあ、その、の。まあ、ちょっとした計算問題も、その文脈を付け足すことで、あの。えー、まあ、倫理的な問題に早変わりすると、まあ、そういう事例です。 でえー、っと前のやつに戻りましてあと、宿題や演習にそういうのを組み込むのは難しい、まあ、今,今みたい、ね、その問題自体を書き換えるのはすごく手間ですので、まあ、それはちょっと大変だということであれば、まあ、講義の中で、まあ、あのそういう倫理的な文脈もありますよということをちょっと触れるというようなことが、まあ、マイクロインサーションと呼ばれております。であのまあ、これは技術者倫理の事例で、まあ、その技術者が日常ではさまざまな倫理問題について考えるさせるための,あの手がかりをそういうところで与えましょうと。 いう話なわけですが、えー、これは別に倫理あのいわゆる技術,あの技術者が直面する問題とかそういうそのの特定の分野でしか使えない教育手法ではなくって、まあ、いろんなところで使えると思いますであの実際その京都大学の研究構成、えー、推進アクションプランなんかでもまさにこの埋め込み型研究構成、えー、推進みたいなものが、えー、あの念頭に置かれて いると思いますであのこれは先ほどその読んでみてくださいと言いましたけどもその、えー、と一部引用しますと、えー、こういうことが書い,あの、えー、書いてあります学術研究の統一的な理解と責任感を持った、えー、謙虚さを伴った発表を指導すると。えー まあ、謙虚にやりましょうとかですね、で授業の配布資料には、引用元を明示することを標準とし、比較表に自らが適切な引用とも模範をしますあの、要するにそのコップみたいなことをしちゃいけませんよっていうのはこれ、教員自身がまずは率先炊飯すると、えー、いうことです、それから、えー、レポート課題等を具体的な学術、空術マナー教育の重要な機会と捉えて、まあえー、っと不正を混雑するよう、教員が指導すると。 えー、で不正のご具体例をちゃんと示し,示しましょうとか、まあ、そういうことが書いてあります。なのであのこれはやはりそ,のそれぞれの授業の中であのの、まあ、研究構成研究不正をしないということを、えー、常に意識させるという意味では非常に何と、えー、言いますかあの、まあ、あの良い取り組みではないかと思います。 まあ、それに限るあのそのアクションプランに書いてあるようなことに限るわけではなくですねそのいろんなやり方でその授業の中でその研究構成みたいなものを取り上げることは可能かと思います、えー。例えばその授業で扱っている話題に関して過去の著名な研究不正の事例があれば、えー、授業員で、これはその事例について研究するとあのもし分かればその背景とかその不正の影響ですね。こうあのの のこ,のこいつがこんな不正をしてしまったためにですねこの問題に関するデータが過去,過去10年ぐらいのデータが全部使い物にならなくなってしまってすごい混乱になったんだとかですねそんな話とかあればあのの、まあ、学生にインパクトを与えることができると思います。であの あ,のあるいはその授業で扱っているタイプのデータについてどこまでが正当,正当なデータの処理でどこから不適切な行為なのか、えー、その分野の観光を紹介するとあの最近あの研究不正が問題になる、えー、事例で,です、ね、そのこれは観光だこれは観光じゃないみたいなことが言い,い争いになることもありますがそれはちゃんとやっぱり学生の時にこの引き延ばしはやっちゃいけませんみたいな。 あの、の、いうのはやっぱりちゃんと教えておくというのが大事だろうと思います。なので、その、まあ、授業、あの、例えば、その教科書なんかに掲載されている、図を一。一つをとっても、そこから、その研究、構成、教育みたいなものを始められると思います。 あるいはその授業で扱っているテーマについて自分自身が発表した論文がある場合には、えー、それを題材としてオーサーシップの適切な規則ですねそのこの論文に関してはこ,れとこういう人とこういう人とこういう,人とこういう人が関わったんだけども、えー、こ,のこの人はこういう理由であのオーサーとして名前が挙げてありませんとかですねあるいは利益調査班の適,適切な処理というのはこれはあの、えー、先ほど触れませんでしたがこれも最近あの、えーとえー、研究構成の問題として非常に重視されますあのつまりその利害関係のある、えー まあ例えばその企業からお金をもらっているためにその研究結果にバイアスがかかってしまうみたいなことがあるのかないのかというようなことがまあ問題になるわけですけどもそれについてまあ自分が例えばあの自,分自分はこの企業からお金をもらってこういう研究を発表したんだけどもそこではこういうことに気をつけたんだとあのこ,こ,はここはちゃんと明示するようにしたとかそのこ,ういうこういう影響があの及ばないようにあの気をつけたとかっていうようなことを語っていただくとああなるほどその実際の自分の分野の現場で。 あのこ,のもこういう歴史死後犯の問題をあこうやって解決されてるんだなっていうのが学生さんたちにも伝わるんじゃないかと思います。でこれは私のような外部の人間には全く語れないことですので是非このような授業の中であのそれぞれの先生が語っていただければと思います。で、えー、まあ宿題に対しての埋め込みみたいなこれはさ先ほどのこのマイケル・デイビスさんなんかがやってるやつをあのあの えー、応用するとこんなこともありますという話ですが、まああのまあ、この辺はあ、ま、ただの思いつきなんで、まあ、あ,のあんんままりりこだわりません、はいでえー、気をつけるべきことなんですけれどもそのの課題の中に研究不正関係の質問を組み込むような場合にはあまりに分かれた答えを求めるようなことをしないつまりそのいや私は不正はしませんという宣言を、えー、書き込ませるみたいなことを、えー、課題の中に組み込むのはちょっとこれはやっぱり目的が違うかなと思います。あの,の やっぱり授業の中で そのこういう話題を取り上げるときには、そのもうただ、そういうその何というか宣言させるということ。よりも、そのもっと具体的にその学ぶその知識として、その何が不正になるのか、あの何をしてはいけないのかということを学ぶという。そういうあの学びの要素がないと、学生さんとしてもちょっとしんどくなるんじゃないかと思います。それから、あのもっと気をつけなければいけないこととしては、10年前には黙認されてたことが現代問題視されるようになってきたみたいなものがあります。その例えば、あの私の周りで特に気になあの。 最近話題になるのがその、えーとえー、例えば日本語で一遍発表した内容と、まあ、よく似た内容で英語であの投稿したいみたいなことがあった時に10年前であればまあまあ黙認されてたけれどもあの、まあ、10, 10年じゃ聞かないかなも,うもうちょっと前かもしれませんがあの、まあ、それがもう今ではほぼアウトでと、まあ、自動的にアウトとなされるあの二重投稿とみなされると、えー、いうような、まあ、そういう感じでその、えー、ちょっと前の常識が。あの のちょっと前なら今日、まあ、黙認されてたことが、あのー、今では全く黙認されないなんてことがよく起こりますで、あのーまああのー、最近摘発されている研究不正の事例にもまあ、まあ、そういう理由もあるのかなっていう、まあ、ちょっとその、えー、上場が感じられる、えー、事例もあります。えー、でまあ ただそういうその何とか古い常識を先生が学生に教えてはあのこれは大変よろしくありませんのでまずは教える側は研究構ーの現状について知識をアップデートしておくまあそのためには最初にご紹介したようなこういう本なんかをあのまああのきちんとあの読んでおくということがとても大事ではないかと思いますはいでえー、っとまあ、短い時間ではありましたけれども、えー、まこういうことでままとめあのまあ大体今言ってきたことを、えー まとめております。で、まあ具体的にどういうことができそうかというのはそれぞれの分野の文脈で考えていただかないと仕方がないと思います。あの私からあの,のこうと言えるほど、それ私は全然それぞれの分野について知識はありませんので、あの皆さん自分の分野でね当てはめたらどうだろうっていうのをそれぞれ考えていただければと思います。えー、私のお話は以上です。どうもご清聴ありがとうございました。